こんにちは、獣のアビタカと申します。そして今日のデジモンカードの対戦相手はこちら。イエーイ、コレクと申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今回ね、はい、お互いまたいろいろとね、また、デッキちゃんとね用意してきたんですよ。以前アルフォース V ドラモンミラーとかやりましたけど。そうですね、そう、今回ね僕はちゃんとね、あのパックからデッキを作って、コレクはまた別のね、そうコンセプトのスターターデッキをね設けてるのでね、また違った対戦をねぜひ皆さんにお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。で、始める前にね、お互いデッキコンセプトを説明したいんですけど、まあ、まずね、アビタカはねデジタルハザードのレナモン系統を、レナモンからサケモンまで、またルキとかを入れたね、そうレナモンデッキを主軸にして、でプラス、あ、レナモンの効果、キュービモンとかサケモンとか、サケモンの効果に、あ、サケモン2回言って今今一瞬カットするキュービモンやタオモンやサクエモンの効果に、あのですね、 DP マイナスさせられる効果があるので、それをねちょっと視野に入れて、他にもね DP を下げられるカードを入れたっていうね、そうレナモン DP 削減特化型デッキをね作成しました。で、一方のコレキ君は、はい、マスティモンっていうデジモンを使って、黄色と紫のジョベルス進化デッキですね。こちら、スターターからね、まあ、全く改造はしてないんですけど、まあ、今回これ使って戦っていこうと思います。 OK、 ではね、やっていきましょう、お互い。よし、はい、では頑張ります。デジタルゲートオープン、オープン。はい、ではですね、お互い先行後攻決まりました。コイントスでね、アビタカが先行いただきます。はい、お願いします。はい、お願いします。デジタルゲートオープン。さっき言ったわ、ごめん、オープン言ったわよし、じゃあ先行はバンドロがないです。というわけでね、このままやっていきましょう、はい、まずね、育成フェーズ、おポコモンのねコモン来ました。ありがとう。あ、青コモンだ。よし、でね、今回ようやく来た、回るぞ、やるぞ。まずね、ポコモンね、レナモンに進化させます。はい、進化にワンドロー、おおおお、回ります。回るけど、このターンはしのぐしかない。というわけで、3コツ使ってパラレル仕様のレナモンを出します。おお、かわいい、はい、最高の美しさ。そしてね、登場時1、2、3、4枚オープンにして、その中9、はい、キュービモン、タオモン、サクヤモン、好きなもの1枚と、でプラスあとはマキのルキーを1枚ずつ手札に加えるということなんですけど、まあ、今回ね、はい、カード的には迷うな、サクヤモンかレナモンかが結構究極の選択なんだよな、まあ、ここはねサクヤモン、はい、OK です、やっていきたいと思います。ではこれでターン終了です。はい、じゃあ1枚引きます。はい、じゃあ孵化させます。はい、やるぞ。そしてレベル3進化します。はい、コスモ、はい、1枚引きます。ドロー、止まりました。あれ、それ軟骨進化だっけ。あ、これ0ですね。0か、OK。今3ですか。3です。ですよね、はい、OK です。3か。3か。ちょっと、事故ってんの、まさか事故。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。大丈夫です。6コスト使います。6コストは事故だろ、絶対。6コストは絶対事故ってるよ。1、2、3、4、5、6。エンジェルウーモン、こいつ速攻にジョグレさせるつもりだ。で、次の相手のターン終了時まで相手のデジモン1体セキュリティアタックマイナス2ってことで、あ、レナモンですね。なるほど、まあ、どうせ攻撃する気ねえからな。はい、ターン終了で、はい、OK です。では僕のターンいきます。ドロー、はい、失礼します。よし、ではまず育成フェーズ、レナモンね、はい、バトルゾーン、バトルゾーン、バトルフィールドになります。はい、よし、でこっからね、うまくやってきてえな。よし、まず1コスト、1コストでクルモン出します。特にと、あ、クルモンはね、はい、あの自分のギルモン、テリアモン、もしくはレナモンとかインプモンがいるなし、ハラ登場コストがマイナス2になるので、今回1コストで登場できます。 OK です。はい、で続いて、ここちょっと迷いどころなんだよな。よし、やけどね、やっぱ出した方がいいわ。1、2、3、4、4個使って、はい、ルキカモン、テイマー来た。これでレナモンデッキ回るか覚悟しときな。これでターン終了です。テイマーいるのずるいな。じゃあ1枚引きます。いいでしょう。この手札でどうしろと言うんですかね。まあ、困ってるようですけど。頑張ります。
申し訳ないけど僕はだいぶ回るぜ今。何もすることがないってことで、また6コスト使いますね。1,2,3,4,5,6 ビビも、はい、登場効果はある？あ、ない。進化時効果しかない。進化時効果が OK です。はい、終わりで。ここまでやったから意外とあれなんだよな、ジョグレスいけそうなんだよな。ドローします。 OK。 はい、ではまず育成フェーズ。ここも、はい、しかもパラレル来ました。最強です、ありがとうございます、はい、1000円ぐらいしたんだよなこいつ。うわー、かわいいな。かわいいからもう OK です。パラレルのイラストめちゃくちゃかわいいですね。そう、この美しさよ、マジでマジで。なんだこれ、マジでこれは1000円はあるわ。これはマジでポコモンのお口になんかあれだよな、ツッコみてよなみたいな。何がとは言わないよ。そう、オナホにしてやりて、クソみたいな話してるよマジで。まあ、ちょっと 裏でやった時みたいなノリで喋ろうぜってなったらこんなクソみたいな話になってしまいました。皆さんすいません。よし、では進めていきます。さあ、そう、ルキの効果だけどな、ある種なんかメモリがっつり使われたからルキの効果あんま出ないっていうね。確かに、なるほどね。 OK、 じゃあこのままねやっていきましょう。まずね、ニコス、はい、ニコスを使ってレナモンからキュービモンに進化します。はい、まず進化時に、ワンドローなんですけど、続いてまずキュービモンの進化時効果いきます。自分のデッキの上から3枚オープンにしてプラグインカードをね、プラグインを含むオプションカードを手札に加えることができます、はい、オープン。残念、いなかった、ね、クソルキ下行った、しかもタオモンも下行った。タオモンマジか。ちょっとレベル5が欲しかったんだけどな。で、続いてさらにクルモンの効果、はい、この時発動します。自分の、ね、デジモンが進化したとき、このカードをね、このデジモンをレストすることで、まずメモリがプラス1になります。はい。で、さらに、ワンドローもできます。強い。そうで、さらに、自分のデジモン1体の DP をプラス3000、このターン終了までね、できます。はい。じゃあ、3000するのは一応、キュービも3000にしておきます。はい、よって、このターン、このターン8000です。はい。よしよし。いけちゃうな、さらに。さらにいきます。アビタがさらに2コス使って、はい、あれだな、キュービも出します。進化時ワンドロー、はい、でさらに、進化時キュービの効果で上から3枚オープンにしてオプションカードをない。クソ。しかも今ジオグレーモンかぶってた2枚。貴重な成熟期が2枚消えたんだけど今。仕方ないでしょう。ウルトラタービュレンス、なんすかそれ。これでね、相手のデジモン1体と相手のセキュリティデジモン全ての DP をマイナス3000します。まあフィールドだから1体だけだからな、どっちにしようかな。エンジェルモン、エンジェルモンマイナス3000します。エンジェルモン、はい、マイナス3000。よし、でこれでね、2コスコスト2以上のオプションカードをね使用したので、まずポコモンの効果でワンドローします。はい、これ1ターンに1と。続いてレナモンの効果でレナモン2体のね進化元効果によってメモリをプラス1でいきます。よって1、2、はい、3にいきます。減らないじゃないですかメモリ。減りません。全然減りません。どうしましょう。ずるいずるい。さあ、そしてまあこれ単位1回しかできないからね、もうあれなんだけどね。さらにもう1回2コス使います。はい、向かってウルトラタービレンス。さあ、もう3000、はい、エンジンをやってもらおうか。マイナス3000。はい、じゃあ消滅します。DP0 になったデジモンは消滅ということでさよならです、はい、これジョグレスの可能性はちょっとついた気がします。あ、てか育成できるじゃん。育成、はい、コスプロットモン、ここもからプロットモンに進化。これ忘れちゃダメだったな。じゃあ最後に2コス使って超進化プラグインエース使います。はい、まずワンドローします。ワンドローで、その後、あー、はい、ダメだ、引けなかった、引けなかったんで進化はできないって形で、はい、番を返します。1ですか、はい、1です。アビタカの長いターンが終わった。じゃあ1枚引きます。はい、どうぞ。あー、なるほど、どうしよう。もう3コス使います。はい、1、2、3。バステモン登場時レベル3以下の相手のデジモン、レベル3いる？いないですね。てかレベルなしがいるわ。あ、レベルなし。レベルなしって入んの？レベルなしは入るのかな。わかんないです。まあこれは消滅なしで大丈夫です。オッケーです。
はい、これで番返します。はい、僕のターンドローします。はい、レベル4が引けません。よいしょ。はい、大変や。よし、アクティブフェーズでクルモアクティブ、はい、でルキの効果でメモリ2以下の時3にします。はい、そして育成フェーズプロットモン倍に出します。攻撃プラグイン A をね、はい、ね、こっちのコス、そう、こっちのキュイボンに使います。1、2。はい、でこの時にね、そう、まず効果ポコモンが2体います。ポコモン2体分の効果出します。はい、これってこのターン、はい、そう、まずワンドローします。1、2、はい、ポコモン2体分で2体。終わる可能性がある。いや、終わんないよ、大丈夫だよ。引きがあんまよくないから。でさらにあれだわ、攻撃プラグインってセキュリティ上げるんでした。セキュリティプラス1できるんだけど、まあ、はい、だからどうしたって感じなんだよな。よいしょ。で次レナモン2体分の効果があるんで、メモリをプラス1それぞれできます。予定3になります。はい、よいしょ。アタックするかって言われたら別にアタックするしなくてもいいんだよなっていう。確かに確かに。そう、今日よしやるか。次2コス使います。はい、2コス使って9イモンばっか出てくるな。9イモン出します。でまず進化時、そう、同じカードばっか、はい、おでまず1枚進化時ドローを、で次にね、はい、デッキの上から3枚オープンします。はい、9秒の進化元効果、あ、9秒の進化時効果で、おプラグイン、プラグイン、プラグインあるな。あ、プラグインどっちにしようかな、どっちにしようかな。今いい感じなんだよな。終わりそうじゃないですか。いや、まだ終わんねえな、これ。まだ終わらないか、まだ終わらない。よいしょ、超進化プラグインにします。はい、 OK です。よいしょ。で次にね、クルモの効果ここで出します。よいしょ。はい、クルモの効果でまずワンドロー、そう、キューブに進化したことによってまずワンドローします。はい、で続いてメモリプラス1します。はい、でこのセキュリティアタックプラス1になってキューブを DP プラス3000このターンいたします。はい、キュービモンでセキュリティアタックプラス1になってキュービモンでアタックします。でこの時にルキの効果は発動、キュービモンがアタックした時レストすることで手札からプラグインカードをね、コストなしで払う、なんかこう出せます。よって今さっき手札に加えた超進化プラグイン S を使わせていただきます。はい、はい、超進化プラグイン S の効果、まずワンドローします。続いて進化します。はい、今ちょうど攻撃最中のキュービモンをタオモンに進化させます。はい、この場合はタオモンがアタックしてるってやつ。そう、タオモンがアタックしてます。プラス3000になってます。1万です。なるほど。でさらにタオモン進化したんで、ここワンドロー入りますっていうことで、はい、よし、ではこれで1万でセキュリティ2番アタック、まず1枚目。はい、1枚目、ハハハ、オプションじゃねえかよ。相手のデジモン1体を相手のセキュリティの上か下に裏向きで置くってことで、じゃあその真ん中のキュービモンかな。マジか、結構いい感じそうだったんだけどな。真ん中キュービモンをセキュリティの 裏にして後ろにね、下だっけ。大丈夫、あ、どっちでも、下で大丈夫です。なんか書いてない、なんか上に置く、上か下って書いてるんで。両方なんだ。なるほど。だったら、はい、確かに下だな、これは。もう下に置きます。はい、進化元はハッキーですよね、多分。はい、くそー、結構座ってたんだよな。まあいいでしょう。さあ、ここはもう1枚いきます。はい、マスティも1万3000。ふざけんねよ、マジでこのゲーム。まだ正気見えてます。いける。やらかしたかもしんねえな。仕方ねえな。しかもしょうがねえな、これは。タオモン消えたの痛えな。結構みんな消えたのは痛いな、これ。はい、はい、ではね。まだターン残ってるんで、1、2、3。3使って、レナモン登場させます。登場時効果。はい、4枚オープンにして、レナモン系統の。まあね。キュービモン、タオモン、サクヤモン。どれか1枚と、あとルキを1枚手札に加えます。はい、お、来た来た、ルキが来てくれた、ありがて。ルキはいたんで手札に加えます。はい、これでターン終了です。はい、じゃあ1枚引きます。はい、なんか来い。あ、マジか。今は1コスト、1コストです。さあ、なんかお付きしてくださいよ。本格的にやばい、本格的にやばいよこれ。6コスト使います。また事故ってんのこれ。ジョグレスワンチャンあるかもしれないからな。1、2、3、4、5で、まあ、登場時効果で、
じゃあそのキルビモンマイナス2せマイナス2マイナス2でセキュリティアタックマイナス2でお願いします。 OK です。ではこれで、はい、これで終了で、はい、はい、僕のターンドロジェルはまだジョグレスがジョグレスがあるんだ。クルモをアタックします。クルモに対してアタックし忘れてるとこ僕は見逃さないからな、言っとくけど。はい、あ、確かに、見逃さない。確かに。さあ育成フェーズポコモン自分の番号しか見てなかった。1コストレナモンがいることによってクルモン1コストで出せます。はい、よし。で続いてこれ強い2コスト2コスト使ってレナモンバルクモンに進化させます。はい、で進化時ワンドローでクルモン2体分効果出します。よいしょ、1、2、まずクルモン2体いるんでまずもう合計2ドローします。はい、で続いてメモリも一気にプラスできます。プラ2体いるんで合計プラス2です。よし、はい、2から4へ。そして最後 DP ね、1体クルモン1体3000上げられるんでバルクもこのターンだけ一気に上げときます。6000アップ、1万1000です。1万1000ですか。1万1000です。こんなんどうしようと、こんなにこんなに使わねえよ別に。 3コスト使ってバルクモンをタオモンに進化させます。進化時ワンドロータオモンの効果、進化時にマキのルキを1枚ねコスト支払わずに倍に出せます。ボン、まあ、ルキは増えといて得しかねえから多分。イエローメモリーブースト、なるほど、そうイエローメモリーブーストは、まあ、3コス1、2、3、これでね上から4枚引きます。引くじゃない、はい、上から4枚オープンにします。その中から黄色デジモン1体を回収します。もしこの場合だったらそうだな、レナモンを回収します。はい、よいしょ。で残りは好きな感じで、ここでねターンが入れ替わると思いきやちょっとね嫌がらせをします。ここのねポコモンの効果はオプションカード2コスト以上使ったことによってワンドローできます。はい、OK。 で続いてレナモンの効果コストプラス1なので相手側の1の方に戻ります。これで番を返します、はい、ちゃんと1コスで返す、はい、ちゃんと1コスで返したんで安心してくださいよ。じゃあ1枚引きます。はい、ちなみにあと、はい、このタオモンなんだけどバルクモンの進化元効果で、はい、自分のセキュリティ3枚以上の時ブロッカー得てます。えブロッカーですか。そうブロッカーです。まあブロッカークルモの効果は自分のターンのみだからもう DP 戻ってるけどブロッカーはあるんでクルモ1体は守る、まあ、1体守れねえけど。なるほど、なんかするわ、なんか来たらなんかする場合によってはなんかする。じゃあクルモアタックします。7000です。7000でくるな、まあそこはね通しましょう。はい、通します。クルモ1体撃破、おおでも1体来るから、はい、1体ぶっ殺しちゃうよ。それちょっとリスキーだろ。牽制できてます。牽制できてる。いやアタックしてもいいかな。アタックします。アタックしてもいいと。車アタックします。はい、なんか考えがありそうですね実は。あけど1コースじゃあもう DP 上げるとかねえだろ。タオモンでブロッカー持ってる、タオモンでブロックします。はい、じゃあ倒れば車はまあ取っとけばね、もうまた進化時そうワンドローコストメモリプラス1 DP プラス3000がなくなるっていうのはあるけど、今日まあレディデューモンがレストになったら僕は当然取るわなみたいな。あるわな。そうなんですよね。そのまま3コスト使います。あ3コスト6時です。これで終了で OK です。その選択後悔するだよ。ドローします。はい、ワンチャンこのターンで終わるかもしんない。マジっすか。よし、まずルキの効果2以下なんでコストが3になります。はい、続いてイエローメモリーブースト、これを墓地に送って一気にプラス25に行きます。はい、さあここから僕のターンがね始まりますよ。一旦は手札回しとくか。ポコボンをレナモンに進化させます。進化時間と1、2、3、3コスト使ってタオモンをサクヤモンに進化させます。はい、これによってまず進化時のワンドローをで続いて、昨夜もの効果いきます。自分デジモン1体アクティブにし、まあこれはいいでしょう。自分テーマ1体ごとにトラッシュから、名称にプラグインを持つオプションカード1枚、手札に加えます。2体いるんで、今回、プラグインカード2枚、手札に回収します。あと、やるのは、そうだな、超進化プラグインと攻撃プラグイン、それぞれ1枚ずつね、手札に加えます。よし。で、続いて、クルモの効果、ここで出します。レストさせてまずワンドローを
メモリプラス1で、さらにサケモの DP を3000します。プラス3000、これで14000、よし、手札めっちゃあるな。 OK ならいろいろとやっちまうか。やっぱこのターンで終わらせるわ終わらせるわ、マジっすか、マジっすか、終わらせるわ。一旦冷静になろう、はい、2コスト使います。2コスト、2コスト使って超進化プラグイン S 使います。まずこれでワンドロー、はい、で続いてコスト3以下のね、進化コスト3以下のデジモンに進化できますということで、キュービもタオルに進化できます。進化時ワンドロー、はい、よし、ではここで一気に終わらせる可能性があります。 DP14000 多分勝てる。じゃあ昨夜もんで、はい、あ、で、待って待って、ごめん、その前に超進化プラグイン S を使ったことでめちゃくちゃ効果が今出ます。よろしくお願いします、はいはい、まずポコモン、ポコモンの効果発動、ワンドロー、はい、レダモンの効果発動コストプラス1、はい、で、はい、まずこっちのタオモンの進化元にいるキュービモンとサクヤモンの進化元にいるタオモンそれぞれの効果、DP をマイナス2000できるということで、そうだな、で、レディデビモンを、そうですね、はい、合計でマイナス4000させます。でさらにサクヤモンの効果自身もあって DP マイナス3000できますんで、レディディボンもマイナス3000、はい、保険に消滅させておきます。よろしくお願いします。なるほど、レストしなくても消滅したと。そう、なるほど、タオモンの進化時効果のなんかルキー倍に出せるっていうのをやり忘れたけど、もう必要もねえや、ここで終わらせるからよ、はい、ではいきます。サクヤモンでアタック、セキュリティアタック、はい、でこの時ストップだ、この時、この時ルキ2人レスト、これによってまずですね、偶然引いた攻撃プラグイン A それとさっき墓地から回収した攻撃プラグイン A2 枚一気使い、うわ、これを昨夜も使います。よってセキュリティアタックプラス2で3枚チェックするぜ、はい、そしてクルボの効果で DP はプラス3000してる。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、まあ、とりあえず1枚目、アイザコザコ2枚目、アイザコザコ3枚目、3枚目、アイザコザコ、タオモンでとどめ、タオモンでとどめ、一応回ったな、ありがとうございました、ウィナーアビタカでございました、イエーイはい、というわけでですね、あの、なんとかデジモンカードね、やりきりました。レナモンデッキでいかがでしたか。実はこれもちょっと事故ってます。なんでかって言われると、僕実はね、序盤の方手札にね、昨夜も4枚いったんですよ手札にあと3枚いました、昨夜もマジっすか。そうけど、タオモンが来ねえから結構事故ってました僕実は。なんだ、ウォーグレーも引いちゃって究極体めっちゃいたし結構事故ってました。レベル5のデジモンが結構引いて、なんかもうつらかったです大変な、僕逆にレベル5がいなさす、レベル5いないのにレベル6引きまくって結構つらかったっていう部分があってね、結構どうなるかと思ったけど、まあある程度ね、そこまで回ってるわけではなかったけど、今回ねある程度のねレナモンデッキのね動きをね見せれたのはね嬉しかったです。こんな感じでね、サクヤモンとかまで進化させたらね、もうオプション1回使っただけでなんかドバドバと効果が出てくるんでね、まあそういったデッキになってますっていう形でした。で、一方のコレク君はいかがでしたでしょうか、はい、ちょっと考えてください。そうですね、本当はエンジェルモンとレディデビモン並べて、このジョグレス進化でなんかね、おそらくセキュリティからデジモン持ってくるっていうことができたんですけど、けどなんかね、せっかくコストね大量にね登場コスト支払ってでも出してんのに、アブタカに阻まれてジョグレスできず、そうマイナスマイナスされてちょっとこれはきつかったですねっていうね、そんな感じだったね。まあ僕も僕でちょっとね、回しきれなかったのがあれだったけど、よかったよかったなんとか嫌がらせできて、はい、めちゃくちゃ嫌でしたね。よかったよかったまあそんな感じで結構レナモンデッキはね、うまく相手の嫌がらせもできるんでね、まあちょっとコレクが手札事故ったっていうのもまたラッキーだったんだけど、はいはい、まあこんな感じでね、ぜひね、強い人のレナモンデッキはもっとすごい分回ってると思うんで、ぜひ皆さんねその強い人の方を見てくれよな。僕は多分クルモンとか多分普通入れねえんだよ、これあ、そうなんですか、うん、多分入れねえんだよ、誰も入れてなかったよ優勝者のデッキみたいなクルモンだって入れてるやつ、ね、うん、まあまあ強いけど、一回使ったらぶっちゃけ破壊されちゃうじゃん、もう一回レスちゃう、うん、まだ出すほどのものでもないっていう。正直僕はもうクルモンいらねえかなと思ってきた、ちょっとクルモン入れずになんかもうちょっとレベル3とか4とか増やしていいかなって思ってきちゃった。まあそんな感じでね、そうですね、このスターターデッキもなんかテーマ入れたら
割と回るようになると思うんで、まあ、そう、まあ、テイマーがいないとね、ちょっと始まらないわな。そうね、ちょっと、まあ、勝てるときは勝てるんですけど、ちょっと勝てない方が多いんで、やっぱテイマーはいた方がいいなっていうのはありますね。ね、ぜひね、ちょっと、次回テイマーをね、はい、そう、入れて、この僕にリベンジしてくれよな。はい。イェイ。というわけで、以上、アビタガとコレック君のね、対戦動画でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい。またね、なんか機会があったら、この2人でちょっと対戦するかもしれないんで、その時はまた見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。それでは、バイバイ。バイバイ。